皆さんこんにちは。セラフ榎本愛犬家住宅です。今回はアッペンツェラーマウンテンドッグについてご紹介いたします。アッペンツェラーマウンテンドッグの起源は確かではありませんが、ゼネンフントと呼ばれるスイス原産のマウンテンドッグが長い歴史の中で交雑を繰り返して生まれたものと推測されています。体はミディアムサイズで筋肉質、紐は密なアンダーコートと光沢のあるアウターコートからなるダブルコートです。耳は小さな三角形で頬のあたりに垂れ下がっています。性格は活発で元気いっぱいです。やや警戒心が強い面もありますが、適切なしつけによって社会化することも十分可能です。1日最低でも1時間程度の運動が必要です。少し長めの散歩やドッグランで思う存分走らせるなどの運動が理想のようです。以上でアッペンツェラーマウンテンドッグのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から承ります。お気軽にご相談ください。